うも皆さん、ペペシペです。やあやあマリサだぜ。今回はバトルパスで手に入るドイツハーフトラックの 7.5 センチ砲を使っていくぜ。バトルパス15個目で手に入る車両だな。ツイッターで情報漏洩した時に見てこれは使うしかないやんって思ったわ。対空のドイツハーフトラックもそこそこ強かったしな。でもやはり足の遅さは相変わらずって感じだよね。そして見ての通り走行は皆無なので先打ちして倒せば輝けるなって使ってて思ったよ。これ使うなら 7.5 センチ砲のプーマ使った方がいいんじゃね。それは言ったらあかん。あ、はい。こいつの長所としては BR3.0 で 7.5 センチ砲をぶん回せるってことと、リロード速度が速いってことぐらいかな。あの4号戦車 F2 と G 型とリロード速度は変わらないんですが。お前のような勘のいい饅頭は嫌いだよ。まあそこはロマンと見た目でカバーできるからもう満体。とりあえずこの車両が気になる方もいるのでスペックをドーン。いきなり序盤で使う必要あるかなって感じの車両ではあるな。4号戦車2両と合わせて使う感じでいいかもね。金策とか開発したいなら序盤で位置取りして敵を倒していけばそれなりに稼げるとは思うよ。と言っても今回のバトルパスの車両見るからにシルバーライオンの報酬率が低すぎるんだよな。そうね。外人が何らかの対策として故意的に低くしたんじゃないかなって思うよ。キモティぐらい格下に対しては強いからドイツ 7.5 センチ砲スコ。明らかにちゃんと課金車両買えばシルバーライオン馬できますよって感じの匂いがプンプンするんだよな。マジそれな。ちょっと運営の課金しろって感じが露骨になりすぎてはいると思うよ。でも課金はするけどな。外人の思うツボじゃねえか。さて B 拠点の橋を渡る勇者はいねえかと思ったら岩場に敵車両がいるけど、あれまだ倒されてないよな。パッと見た感じはあれわからないやつだな。車両の色と岩の色が似てるからの。ちょ、ここに味方3両もいらねえよ。というか私より走行あるんだから前線に行ってくれ。砲撃支援でみんな吹き飛びそうなんだよな。B 拠点側2両で見るなら C 拠点側見るとするかの。まあいるわけなかったんだけどね。序盤にいきなり1両倒したから警戒して出てこないんじゃね。そして横にいる BT がずっと敵のことポンポン撃っているんだけど、BT の飛行じゃこの距離から105ミリシャーマンは抜けねえよ。それでも可能性をかけて立ち向かう BT 君、ソ連魂を感じるわ。いやむしろ私がちゃっちゃと倒したいんだけど、あの、そこどいてもらえますか？毒気はなさそうだな。どけって言ってんだろが BT なら敵の側面取って倒してこいよ、と思ったらどいてくれたわ。ふっふ、正面が格下に対しては硬いからって堂々、いやお前硬すぎんだろ。弾かれてて草。なら車体下部を狙えば抜けるはず。いやマジどんな走行してんだおめえ。砲塔抜いた方が早くね。これぐらいでいいかな。お前めっちゃ弾くやんけ。今の当たり方的にもうちょい上かな。貫通ばかりだから敵の105ミリシャーマンこっち見る気もしないっていう。いい感じに抜けたけどワンパンできない悲しみ。ああ逃げないで私に倒されやがれください。逃げられちゃった。そっち側に BT 君おるんやったら B 拠点取られているから覗いちゃおう。聖地だと乗りこなすの大変そうだな。車高が低いから岩とかに引っかかったりしやすいのよね。と言っていちいち段切りするのも面倒なんだよね。あったあ、シャーマンがおるやんけ。照準器フッダフラしすぎてんだけど、ミンゴルの打つ力みたいに動いてたな。この位置でもフッダフラ何回、まあ当てちゃうんですけどね。ザ、タイミングゲーみたいになってんだよな。もうちょい B 側見ておこうかな。A 拠点側の敵が出てきそうだし。移動するときの配置転換が面倒って時間かかるから敵に狙われそうな感じあるよね。早速さっき言っていた車高が低いから引っかかる案件来たよ。ついでだし、さっきの105ミリシャーマン顔出してないか確認しておくか。同じ角度で顔出されたら弾かれまくるんだろうけどな。はい、旧確定の車体出しですよ。気持ちいい。これで資金弾の榴弾に対しての恐怖はなくなったから。B 拠点方面の敵を狙っていくかの。ここも地形変更で狙える場所が2箇所に増えたのはありがたいな。それに対して相手側は変わらないっていう悲しみなんだけどね。ほら。反対側は前まで登山して A 拠点まで撃てちゃうことで蓋しおっし。それな、あれやりすぎて今じゃ封印されちまったけどね。あったあ、リスから何か出てきてるやんけ。まあこの距離を当てるなんて無理だけどね。胸を張って言うことじゃない。パッと見ての速挙は合っていたけど断速的に間に間に合わなかった感じだねー。まだこの辺りにいたりしねえかな。打ち返してきたな。ちょい右に修正して当たればいいかな程度。弾薬無駄だから逃げるか。いや、狙った意味ねえじゃねえか。私が撃ったことにより敵の進行を遅らせることができたんだから、これは立派な貢献だよ。知ってるか？それを無駄黙って言うんだよ。そんなアホな会話してたら B 拠点取られてるやんけ。敵おるやんけ。素敵やん。はい、そのままバックオーライ。いや戻んなよ。ちょうどいい具合に岩場に隠れられたから狙えんな。出てくるまでここで見ているのもリスキーだしな。って奥でなんか走ってるやん。足が速いけど狙えるか？当たったけどカスダメや。B 拠点を疾走している戦車おるで。ほんまやん、てか早すぎて狙えねえ。
こっち来てくれないかなー。オラって敵だぜ。ちょっとちゃんと当たってくれませんか。ちょっとちゃんと当ててくれませんか。あったー、止まってくれるなんて優しいやん。C 拠点が大変なことになっているから覗きに来たら敵おるやん。側面だとワンパンとはいかないな。これで6キル目や鋼鉄の英雄もろうたでもらえませんでした。2戦目はライン側進撃だから平地が多いからまだ運用しやすいかなって思うよ。灰の川に比べれば高低差は少ないから運用はしやすそうだけどな。シャーマンポイ的に逃しちゃったよと思ったら105ミリシャーマン来たわ。リロード間に合わなくね。そこはリプレイバグだからもう満体。水平線に近いと105ミリシャーマンも怖くないな。正面からぶち抜けばワンパンだしの。さて他の敵はいるか見ておっかの。車体的に KV ポイ車両はいるみたいだな。アハとアハと邪魔だから壊しながら狙っちゃうよん。燃料が爆発して倒すのは珍しいな。この辺まだ正面カキカキカシン兄貴来そうだから待ち伏せしておこうかな。思ったより敵が来ないから他の場所で待ち伏せしようかな。そしてそんなところに隠れている軽戦車は誰だ。見た目的にスチュアートっぽい感じするな。1アシストは M22 が爆走してて倒し損ねたやつやで。 A 拠点の裏側が騒がしくなってきたな。拠点周りには味方多いし裏の市街地見るのが無難だな。味方が対一方に倒されたからこっち来そうだな。あばばばば、砲塔旋回間に合わねえよ。そエイムかよ。うん、そうだよ。素直かよ。なんか知らんが前に来てくれたんこ。そして拠点に重戦車がいるようだけど、2両で囲っているのに倒せないってどんな敵やねん。搭乗員を的確に倒せていない説。マチルダさんっぽい感じのがちらっと見えたな。問答無用に抜けるから倒しちゃお。ハイエナ。あとはリスから来る敵をなぎ倒していくだけや。都合の悪いところをカットしないでもらえますか。そして味方の3号戦車だ。変速機ガードされちまったよ。で、マリサ何か言った。わかっているのに無視してんじゃねえよ。いててててて、撃たれたけど放置倒されただけだから。このまま搭乗員叩き。気持ちいいぐらい叩き起こされたな。マジで6キル以上取らせてくれないか。ってことで3戦目だよ。3戦目はノルマンディ。マップが広いから走破性ないこいつだと。草が多いから隠れながらが基本かなー。なんかあそこに敵車両いるんやけど。その当たり方で変速機だけっておかしくね。キングチーハー倒すのに機銃内の面倒だわ。なんか味方が焦って下がりまくっているんだけど。マップに駆逐映っているけどそんなに硬い車両いたっけ。 DR3.0 あたりだとそこまで硬いのはいないと思うけどな。 SU122 だったのかい。こっちのリスあまり敵出てこないし他行くか。気がついたら拠点取られてるやんけ。マップ下のリスに味方がいないからだろうな。あそこにいるの B1 っぽくね。残骸なのかがこの距離だとわかりづらいところだな。あ、もうちょい距離必要か。距離的に800ぐらいじゃね。これで残骸だったら悲しいんだよな。中身おるやんけ。ちょっと下狙って車体狙えば倒せそうやな。あれって B1 フェアじゃね。こいつの貫徹力だと硬いと言われている車両も赤子の手をひねるようなもんだしな。と思ったら車体下をか貫通してしまったでござるの巻。おい、燃料庫爆発しろよ。ソ連製じゃないのでダメです。これでさすがに倒せるべ。ん？何これ。倒せないんかい。まあまあ、リロードもう終わるし倒せますよ。今弾薬庫誘爆されるのイラッとするんやけど。あるあるやな。さて、ハンガーあたりに敵いるようだけど、正面にいるプーマが警戒しているな。みーけさー。さて、拠点取られ始めたから向かうかの。おい、拠点内残骸だらけでわかりにくすぎんだけど。お、なんか動いてるな。あれ動いてなかったらわからなかったやつだな。燃やしただけかよ。早く倒さないと拠点取られるぞ。わかっちょるばい。拠点制圧止まらないんやけど。まだ拠点内にいるんじゃね。あいつ倒せば止まるかな。側面からならワンパン可能だな。ワンパンしないと拠点取られて。ああ、そんなところで止まらないでくれ。いや、それを予想して撃てよ。あかんあかんあかん、拠点取られるー。よし、これでどうだ。は、まだ中にいるのかよ。そして間に合わず戦闘終了。参戦したけど全部6キルしたら倒されるか負けるかなしにしかない。もうそれはただ単に運がないとしか言いようがない。このハーフトラックは本当開発目的でデッキ作って、やるのが無難だと思ったよ。ってことで今回はここまで。さよなら。